はい、エディ115 SD 行ってみます。プロタイプです。でかいかもしれないんですけど、アピール重視で流れの中で95にはね反応したんですけど、115に反応しました。来た。久しぶりにナイアガラリバーに釣りに来てます。いつもはねちょっとボートで釣りしてるんですけど、今日はねちょっと岸から釣れないか試しに来てます。正直ね今まで岸でバスを釣ったことがないんで、相当ねチャンスは少なくて、多分可能性あるとしたら数箇所かなって感じなんですけど、ちょっとねやってみたいと思います。ナイアガラリバーです。いやー相変わらずすごい流れっすね。おボートがこの流れ、うわちょっと水が多くて投げれないか、ちょっとなんとか投げれるか。これねカメラだと伝わんないかもしれないですけど、相変わらずすごいですね。いつもこんなところで釣りしてたかと思うとちょっとびっくりしますよね。さあちょっとやってみたいと思います。今日の水温は 24.5 度で、タックルはノースフォークコンポーチの JPR65L と、スティーズ A で、ラインはレッドスクールの16ポンドで、ルアーはちょっとね今開発してテストしているLE115SD のプロトタイプを持ってきました。これね今バージョン5なんですけど、なかなかいい感じになってきたんで実調テストに持ち込みたいと思います。うわすごい鵜がいる、あそこ。ここねちょっと流れがすごい強いんですけど、ここでね流れがねちょっとね変わるんですよね。でちょっとこのワンスポットだけやってみたいと思います。手元が浅いんで引っ掛けないように気をつけないといけない。うわあっという間に色が流れてきますね。この激流でも行けます。さあいれば一発だと思うんですけど、さあこいちょっとね手元に引っ掛けたくないんで、アッパーダートで水面直下あたりをダートさせたいと思います。それでスモールマウスではいれば浮かして浮いて浮かして食いたい浮かせたいな。いやーやっぱりナイアガラリバー激しいな。濁りが入ってるんで厳しいかな。次のスポット行ってみるか。あーちゃーもキャストいるとしたら、そこのねブレークがあるんですけど、そこなんだと思うんですよね。流れが強すぎてロッドが負ける。これは L じゃなくて ML の方が良かったかもしれないな。岸からの場合はボートだとね流れとして流れて下っていけるんでいいんですけど、さあ来い。対岸はねアメリカです。ここにいればいるけど、いなきゃ全くいない場所なんで、よしちょっと移動します。次のスポットに移動してきました。すごいなこの流れ、強烈っすね。ちょっとブレークを狙ってみます。スモールマウスがいてくれればいいけど、この流れ分かりますかね。いればね浮いてくると思うんですよね。今日はちょっとおかっぱりであんまりできる場所ないな、水が多くて。あ、こい。さあ今駆け上がりの上をゆっくりとスロー引きでジャークしながら
上げていきます。この流れの中でもいいです。使えるというか、ちゃんと飛び出さないで泳ぐ、結構いい感じのような気がするな。流れの鉄則なんですけど、必ず流れにちょっと下流ぐらいに投げて、こう U の字に流しながら、あのスポットに打ち込んでいくという感じがいいと思います。ちょっとこれは流れ強っ。あそこはやりたいんだけど、岸から無理そうだな。ちょっと移動してみたいと思います。ちょっと投げれるか分かんないんですけど、いい場所が1箇所あるんで。エリー湖からすごいパワーボードの集団帰ってきました。お、あの船は取り負けすぎやな。エリー湖の流れ出しに来てみました。ちょっとね、シャローに魚の姿がちらほら見えるのでマチザベートってことで維持者で投げてみたいと思います。ちょっとね、波が荒くてバスかどうかわかんないですけど、色はねちょっとバスっぽくないんですけど、もしかしたらの可能性があるんで。いっぱいいるけどな、なんか違うかな、バスじゃないのかな。この水の量半端ないですよね。なんだろう、バスじゃないのかな。とんでもないカレント速さです。わかりますかね。よし、でちょっと A95ST やってみます。ここはすごいな、この下になんか魚がいるの見えるんですけど、あれはバスじゃねえな多分。うわすげえな、この流れさあ来い。今流れに乗せて、ここはあれですね、あの石のエッジでジャーキング。ゴミ忘れた。これはなかなかですね。ここは多分魚がいるタイミングに来たら釣れそうな気がするな。ちょっとあのいい感じのこの樽にスモールマウスいてくれればいいんですけど。うわーパワーボート、スモールマウス、クタ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 、外れた。あー食ったのに外れた。今スモールマウスがヒューッと追いかけてきて食ったんですけど、エリー 95SD、 あー思わず躊躇してしまいます、合わせるのに。うわーいるんだやっぱりスモールマウス。あー悔しい、帰ってみよう。この流れからすごいひったくってきましたけど、
さあ来い。やっぱいるんだスモールマウス。ほとんど岸釣りで釣るの無理だと思ってましたけど、可能性あるんですね。よし、これはなんかいいタイミングで来たら釣れそうだぞ。来た後ここはもうぶち抜くしかないけどな。くっそスモールは救ったのにな、この流れの中でふーっと追いかけてきて、チョンってやったらゴンと持っていったんですけど、合わせられませんでした。残念。さあ来い。もうね、立ち位置がいいですね。これ流れに対するパーフェクトにルアーをいい感じ流せられる立ち位置ですね。あとは魚がここに入ってきてくれること。来た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 、よっしゃ。うわ、ちっちゃいけど、よっしゃ。やっぱりよし、ちっちゃい。あ、外れた。マジか、外れた。くっそー、でも釣れることは分かった。流れが強いんでなかなかですね。スモールマウスいますね。うわ、悔しい。ちっちゃかったけどな。あのね、多分流れがギューッと流れてて、あの流れの、あの流心からちょっとずれたところにいるんですよね、多分ね。ちょっと流れに投げてジャークをしながらシャローに引いてくると、抜けた瞬間にトンってくるって感じ。くっそー、もう鳥がルアーを狙ってる。さあ来い。ここはいるぞ魚。ちゃんと狙いを釣れる。さあ来い。でかいスモールはね、タイミングでしょうけど。でかいスモールって日本語おかしいよな。まあベストはそこのセクションだろうな。さあ来い。ここはちょっとまた来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 た、よっしゃ、また来るか。あ、マジでまた抜けた。マジか、なんで。あー、スリーバイトゼロキャッチ、なんでだろう。やはり大丈夫だしな、この流れが強いんで合わせきれてないのかもしれんな。さあ来い。もうちょっと硬い竿か、長い竿がいいかもしれないな。スリーバイトゼロキャッチ、ここまで下がってくればキャッチできるな。次もし来たら、あの、ここでキャッチできそう。さあ来い、ね、この流れ、あっちから本湖から水、あっちから本湖から水が流れてきて、こっちの岸に当たってこう流れを変える場所です。ものすごい流れです。わかりますかね、この迫力。絶対釣れる。
質問、まずね、あの流針に投げて流針を横切らせて、狙いは流針の左側です。そこで流れが弱くなっているところでジャック。さあ来い、見て来い。流針をクロスさせて投げてもいいんですけど、まず投げ込んで、さあ来い、人が来た。今動けてきました。ちっちゃいのが絶対釣れる。流れに乗せて、流れに乗せて流針ターンを切ってきて、流針を抜けたところでこうアクションを開始します。さあ来た、あ、今バイトありました。くそ、さあ来い、今軽くコツンきました。スポット休ませたいんで、あのプレッシャーをかけないイージーシャイナー、スメルテッドとイージーシャイナー、スメルテッドは8分の1オンスです。ここでゆっくり巻いてみたいと思います。飛ばないけどね、流針に投げて抜けてきたらゆっくり、あ、ギースの大群が川を流れ下っていきます。さあ来い、しかしこれ1秒間に何リットルの水が流れてるんやろうな。もう5大湖の水がね、ここで全部流れてるんですよね。ここは釣れる。きっとネットを持ってきた方がいいな。さあ来い、ちょっと一休憩します。エリー 115SD 行ってみます。プロタイプです。でかいかもしれないんですけど、アピール重視で流れの中で9号にはね反応したんですけど、1号に反応しました。来た。いやー、一発で来ました。いやエリーのスモールマウスが釣れました。40アップ。ナイスワン。サンキュー。ロトスモールマウス。いやースモールマウス、さっきちょっとキャッチができそうだった場所に行きます。よし、エリー9号じゃなかった、1号釣れた。ここでいけるかな。よいしょ、やった釣れた。40アップ、45ぐらいある。エリー115 SD で
釣れました。この固めのバスですね。よし、ありがとう。このバスありがとう。出てけた。お願いします。サンキュー。バイバイ。はい、エリーコでエリー115 SD で釣れてくれました。もうエリーコでスモールマウスをおかっぱりするのってもう多分相当無理だろうなと思ってたんですけど、なんとかミッション達成することができました。115 SD 感じです。でね、エリー95やった時はあの流針のちょっと手前を狙ってたんですけど、115は流針で魚食ってきましたね。魚、いい魚、あの流針の中にいるのが大きいですね。ちょっとおじさん邪魔にならないぐらいでここにもう一回狙ってみたいと思います。流針投げて、ここで軽くトイッチしてたらドンってきましたよ。身を拾いましょう。タバコ、カップ、ピーライン、タバコね、よいしょ、トレー、よし。今日も楽しい思いをさせてくれてありがとう。エリーコ、また来るぜ。